帰ってきたか。
そっか。
イバイ。お兄ちゃん、チャンネル変えていいよ。何やってるの？よっ、
沖縄駅前到着。意外と来れるもんだな。マジでここまでついてきやがったか。楽勝っすよ。ララッシュのゲンチャリなんざ相手になんねっす。途中でガス欠になんなかったら完全に振り切ってたっつーの。はあ、遊び代欲しさにガソリンケチるんじゃなかったぜ。来るたびに思うっすけど、やっぱ人多いっすね。ああ、この辺で張ってりゃそのうち声かけてくるかもだぜ。つうか、その俺ちょっと用事いいっすか。せっかく沖縄来たんで、その手芸の。なんでもねえよ。買い物あるっつってんだろ。とにかくちょっと外すんで先やっちゃっててください。何しに来たんだよあいつ。そうだな、よっしゃ作戦決行だぜ。遅れました。どれ買うか迷っちまって。収穫ゼロっすか。おかしいな、どっかから視線は感じるんだけどな。いや待ってって、もうちょい粘ればきっと。いや、火くれちまうだろそれ。やっぱどっか問題あんじゃないっすか。いや、決まってるぜ。バイク渋いし、お前男前だしさ。だいたいバイクは男のアイテムっつう話っすけど、それ原付きっすよ。マジでバイクなら何でもいいんすか。まあ確かに雑誌で見たやつはでけえバイクだったけどさ、しょうがねえだろ。夢と現実には開きがあんの。高いのは買えないの。原付きで精一杯だっつうの。先輩、俺に10分くんねえか。やられたまんま黙ってらんねえっしょ。先輩らの仇俺が取ってやんぜ。喧嘩じゃねえっての。仇取るってどうすんだよ。お前ナンパでもするつもりか。当たり前っすよ。この状況で他に何すんすか。あのな、バイク持ってる俺らでダメなのにお前に仇取れるかっつうのなあ。お前何言っちゃってんの。ありえねえ、赤いキツネだって5分かかんのに。さすが先輩だぜ。だったら3人で勝負っす。辰巳幹事、男の生き様見せてやんぜ。落ち着けっての。完全に全員参加の流れじゃねえか。マジ分かってんのか。それってこっちから声かけんだぞ。なんかカッコ悪いっつうか、いい思い出もないっつうか。怖えんすか。そうじゃなくてだな、友達になれっつってはいって言わせりゃいいんすよね。そんだけの話じゃねえか。ま、失うもんねえし、いいか。さすが先輩っす。負けたらパン一で町内マラソン、ついでに鼻眼鏡かけてやら。男はダメだかんな。まだそれ言うのかよ。くそ、絶対負けねえかんな。
どうだった？いや、そうだよな。そういや、電話してくれって女から番号渡されたんすけど、これも数に入るんすかね？逆なんか？なんて誘われたわけ？1時間いくらって話すけど、なんなんすかね？なんなんすかねじゃねえよ。お前はどうだ？なんかゲットできた？さすがだな。それって携帯番号？どんな子だった？とにかくかけてみろよ。ね、ね、な。なんか言うんすか？で、かけるんすよね。ね、ね。出た。ああ、もしもし。この、おい、てめえだな。殺すぞクソガキが。他人の女に手出しやがって。一生立てなくしてやんぞ、くれ。二度とかけてくんじゃねえ。分かったな。声でけー。マジっすか。いや、こんなこともあるよな。よし、次はラスト、俺の番だな。花村先輩も行けたんすか。当たり前だろ。番号1個ゲットしました。さすがっす。いや、苦労したわ。すっげー生かしたお姉さんでさ、ちょっと背伸びしちったかな。大人の色気っていうかさ、早速かけてみっか。期待しとけよ。もしもし、俺っす。わかります？花村くん。うっす、バイクデートの彼です。いや、嬉しいな。あれ、でも俺の名前なんで言いましたっけ？なんでってわかるわよ、同じ学校だもの。同じ学校なはずないっしょ。だってお姉さん、つうかその声、大谷花子に決まってるじゃない。あんた、あたしの番号を調べたわけ？やっべえ、完全にやっべえ。番号間違えたか？もう一回。もしもし、俺っす。わかる？わかるって言ってるじゃない。そんなに私とデートしたいの？なんすか今の。地面の底から響くみてえな、王冠が走るみてえな。忘れろ、悪いことは言わない。この番号は危ない。知らない方が身のためなんだ。あら、あんたたち。大谷さん、なんでここに？あたし、田舎が似合わない女でしょ。散歩してたら突然電話よ。ほんと強引よね。バイクデートか。ま、あんたがそこまで言うなら付き合ってあげるわ。ちょ、待って。うわ、俺のバイク。何よ、このバイク壊れてるじゃない。あたしを誘いたいならもう少し頑張らなきゃね。いい女を独り占めするにはそれなりの努力が必要なんだから。呪いか、何かの呪いなのか。
ダメだ、もはや俺には帰りの足さえねえ。先輩、あんた精一杯戦ったぜ。俺感動したっす。俺のケツに乗ってください。家までバッチリ送りますよ。おお、密着。分かったぜ、これが密着計画の全てなんすね。わかんな、怖えんだよ。つかチャリも二血違法だよ。いい、もういいんだ、早くこの苦行を終わらせてくれ。あげる。おやすみ。あら、カレーって何入ってたっけ？人参、じゃがいも、玉ねぎ、ピーマン、舞茸に、ふきのとう。ふきのとうとふきって一緒？カレーでいいよね。人気ナンバーワンの国民食。ラーメンとカレーで迷ったんだけど、ラーメンじゃちょっと浮くと思って。花村とかどんな具が好きかね。あいつ細かく文句とか言いそうだし。上の階に行ったんだっけ？聞いてくる。そこまではいいよ。それになんか準備があるって言ってたし。うん。ねえちえ、カレーに片栗粉って使うよね。お、
そりゃ使うんじゃん。使わないととろみつかないよね。じゃあ片栗粉と小麦粉もいるかな。小麦粉ってあれでしょ、薄力粉と強力粉どっちだろう。強い方がいいよ、男の子いるし。じゃあそれと、あった、唐辛子。辛くないとカレーじゃないよね。いいや、もうらしいものを何でも買ってこ。ならキムチも買ってかない。あと胡椒。胡椒は白と黒があるよ。お、さすが旅館の娘。とりあえず両方買おっか。そうだ、隠し味もいるよね。そういやテレビで言ってたな、確かチョコ、コーヒー、ヨーグルト。私好きなチョコあるんだった。あ、けど私コーヒー苦手だからコーヒー牛乳でいいよね。あ、魚介も混ぜる？きっといい出汁が出るよ。帰ってきたか。さてと、それじゃあまずは。悪いが、部屋行って七子を呼んできてくれ。ゆっくりでいいからな。向こう行ってろって言ったのに。そうだな、今日は家族の大事な日なんだ。大事な日？そうだ、お前とこいつと俺が
家族になる記念日だ。今までは？それはだな。とにかくな、ちゃんと家族になる記念日なんだ。よくわかんないけど、でもなんか嬉しいね。よし、じゃあ食おうか。その、なんだ、今日は妙なことに付き合わせて、その、悪かったな。そうか、優しいな、お前は。どうも、こんなことでもしないとけじめがつけられないと思ってな。それに、七子にもちゃんと知っておいてほしかった。俺がちゃんと家族としてあの子を大切に思ってるってことを。だんだん千里に似てくるな、七子は。笑った顔も気の強いとこも。あの子の顔を見るたびに千里を思い出して辛かったこともある。あの子を迎えに行ったせいで千里は死んだ。そう考えちまいそうになることもあった。それでもあの子がいてくれただけでどれほど救われてきたかわからない。もし俺一人の生活だったらお前を預かるなんてのも考えられなかったしな。多分俺は怖かったんだ。誰かをまっすぐ受け止めて大切な家族を作って、そしてまたそれをなくしてしまうかもしれないのが、逃げる奴を追うことに逃げてたなんて、まったく滑稽だな。俺はな、ずっと怖かったんだよ。だから俺は敵討ちを言い訳にあの子と向き合うことから逃げたんだ。そうだな。逃げるのも悔やむのも今夜でもう全部しまいだ。俺はもう二度と大切なものをなくさない。絶対に、絶対にだ。お前が教えてくれた強さだな。ありがとうな。ゴミ拾いきつかった。チャリ丸ごと投げてくとかありえねえだろう。タグ捨てたやつが拾えっつーの。それやかメシメシ、あー腹減った。女子の手料理だぜ。ま、里中には正直あんま期待してないけど、天城は老舗旅館の跡取り娘じゃん。すっげーの来るぜきっと。
なんで遠慮すんの？俺そこまで食い意地張ってねえって。いやマジ楽しみなんだけど。これ味見する？え、ユキコがしないならしない。の、来た来た。お待たせ。その愛情は入ってるからさ。お、入っちゃってる？それベタなセリフだけどグッとくるな。じゃあいただきます。だろ、これくせんだよ。それにジャリジャリしてんだよ。ジャリジャリしてる上にドロドロしててブヨブヨんとこもあって、もういろんな気持ち悪いのだらけで飲み込めねえんだよ。いや、なんかうまく混ざんなくてさ。けどバラエティ豊かな食感がマッチいんだよ。な、何よ。てかそれはあんたの感想じゃん。真顔で言っとくぜ、やめとけよ。遊びで進めんのもためらうわ。すみませんでした。ごめんなさい。はあ、どうすんだ。俺らの班飯抜きじゃん。せめて食えんならいいけど、こんな物体 X 無理だろ絶対。いい匂い。大谷花子。背に腹は変えられねえ。バイクの雪辱ここで果たしてやるぜ。なあ、大谷、そのカレー余ってね。てかくれ、くだせ。猛烈に腹が減ってるだよ。無理ね、ダイエット中だからこれっぽっちしか作ってないし。これっぽっちって軽くバケツぐらいあんじゃんよ。なあ、なんとか出前とか取れねえかな。携帯圏外だから。てかもう食事の時間終わっちゃうし。テントに戻れ。男子は男子、女子は女子のテントだぞ。ほらほら早く動け。若いもんは食ったらそっそと寝るんだ。あとは先生たちが酒じゃなかった、とにかく寝ろ。ショート恨むからな。おやすみ。ああ、くそ、腹減った。つか、なんでお前ここにいんの？バックレたら進級させねえって釘刺されたんすよ。それに1年のテント葬式みてえに静かだし。まあお前がいたらそうなるわな。ここ先輩らだけなんすか？後のやつら病欠だとさ、賢いよな。なら俺ここいてもいいっすよね。お、先輩、器でかいっすね。迷惑かけないから大丈夫っす。騒がなきゃバレねえし。しゃあねえな。じゃ、
お前寝る場所あそこな。お、すっげえ岩あるじゃないですか。寝れねえよこれ、マジ痛って。うるせえな、騒がないんじゃねえのかよ。先輩、もうちょっと奥行けねえんすか。無理無理、奥は坂になってんだよ。寝てる間にずり落ちるって。嫌なら戻れよ。そういや、先輩らの担任モロキンとかってやつでしたっけ。さっきそいつに外で捕まったんすけど、腹立って軽く切れかけたっすよ。知りもしねえくせに、やれ中学時代がどうの言ってきやがって。しかも厄介事を起こしたら即停学とかなんとか、大概にしやがれってんだ。あいつ思い込み激しいからな。そういや前クラスのやつから聞いたんすけど、あの野郎例の殺された二人のことボロクソ言ってたらしいっすよ。モロキンが山のアナと小西先輩のことか。不倫だの家出だのするような人間は狙われて当然だとかなんとか、まあ尾ひれついてんのかもしんないっすけどね。嫌われてるみてえだし。あいつなら言いそうだな。ったく、俺も去年越してきた時いろいろ言われたからな。いちいち覚えちゃいねえけど。たとえ話半分でもムカつくぜ。てめえ腐っても先行だろっつんだ。あんなやつムカつくだけ損だぜ。まあそうっすね。って何食ってんだよおい。おっとっと、見りゃわかんだよ。俺んだろうが。くそ、今日こそ潜水艦探そうと思ってたのによ。潜水艦？おっとっとの隠しキャラっすよ。んなことも知らねえで食ってんすか。マジかよ、先に言えよ。まあいいけどよ。やっぱ歌詞だけじゃ腹膨れねえ。もう寝ようぜ。人のもん勝手に食ってそれかよ。幹事、お前もっとあっちだろ。あそこじゃエビ反りになるんすよ。そうか。あのさ、なんすか。なんでこのテント来たんだ。あ、さっき言ったじゃねえすか。んだよ、なんなんすか。この際だからその正直に言ってほしいんだけど。ああ、お前ってやっぱあっち系なの。あっち、俺ら低層の危機とかになってない。今もうな何言ってんじゃん俺ら。そう、そんなんじゃねえっつってんだろうが。ちょっと待て、なんで豪快に挙取るんだよ。なおさら本物っぽいじゃんかよ。なわけねえだろうが。そんなのはもう済んだ話だ。今もうその なんつうか口ごもんなよ、怖えよ。今はもう女ぐらい平気ってことっすよ。証明できんのかよ。証明だ。じゃなきゃ俺ら一晩ビクビクしながら過ごすことなんだろう。けっ、もういいっすよ。なら俺女子のテント行ってくっすよ。ね、それはまずいって。いちいち極端なんだよ。バレたら定額って自分で言ってたろ。モロキンにまで目つけられてんのに。んなことで引き下がんな男じゃねえ。こいつ本気で行きそうだぜ。なあ、お前からも止めてくれよ。妙な疑いにかけられて黙ってられっか。先輩にも見せてやるっすよ。モロキンがなんぼのもんじゃ。たっ、うわあ！なあ、ちょっ、おい！なあ、アホが走ってくよ。もう死んない俺。なんでここだけ3人か分かったよ。眠れないね。お腹も減った。あのカレーもうちょっと食べておけば。気絶はできたかもね。
もう寝れないし、やることもないし。そういえば、クマくん、今頃何してんのかな。一日中一人って考えてみたら寂しいよね。そういえばあいつ、前にさ、もうやだ、ユキコ、逃げようよ。逃げるってどこへ。山を降りるとかはちょっと。鼻と口塞いだらいびきって止まる。ちょ、やめなさい、あんた。もういや。誰。ねえ、起きてる。何してんだよ、こんなとこで。こっち男子だぞ。入れて、テントに。バカ言うな。モルキンにバレたら定額なんだぞ。戻れって。帰れないの。腐ったみかんはいねが、みだらな行為をするやつな。しょうがねえな。早く入れよ。で、何なんだよ一体。その、カンジ君が気絶して伸びちゃってるから。その、全然大したことじゃないよ。いきなり入ってきて、いきなり気絶したの。そんだけ、ね、ユキコ。で、そんな状況で寝れないしさ、起きたらほら、騒ぎそうでしょ。だから置いてきちゃった。なんだ、話変じゃねえか。いきなり入ってきて気絶。いいか、フラチとミダラは違うんだからな。来た、近いぞ。おい、明かり消せ。